消費税研究会の勉強会、本日は公認システム監査人 IFRS コンサルタント、横文字はちょっと読みにくいもんですか、すいません、田淵孝明先生に、お呼びをいただいて、この消費増税がいかに、問題が多いかということをですね、皆様方と先生方と勉強をし合いたいというふうに思っております。今日は傍聴でですね、一般の市民の皆様にもですね、お運びをいただいております。30分ぐらいお話をいただいて質疑応答ということにさせていただきたいというふうに思います。それじゃあ田淵先生、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。公認システム監査人、IFRS、コンサルタントの、田淵と申します。IFRS っていうのは国際会計基準ってよく今よく言われているものの、コンサルタントをさせていただいて、それともう一つですね、前回の6月13日 の衆議院の社会保障と税の特別委員会の公聴会の時に、も申し上げましたが、ある有名なですね、世界的な有名な、IT 会社の、国際会計基準フォーラムのコラムニストをさせていただいております。現在読者数が大体1万2000人ぐらい、おられるような状況でございます。それで今日、こちらはお手元の資料で、こちら書かせていただいたんですが、弱者に優しい消費税へというタイトルになっております。で、まず最初に申し上げておきたいのが、私、今回の増税に賛成なわけではありません。でも、もしダメだった時に事前の策として前回の、あそこの衆議院の公聴会ではですね、せめてあげるならばやっぱりまともな形にしてよと、先進国としてふさわしい形にしてくれということを、申し上げたのであります。で、次のページに参りまして、こちらの方の資料に、これは私の代理でありまして、で全体的に今日、30分で話せということは少し端折りながら進めますけれども、まずじゃあこちら見てくださいね。それでですね、今日は、主催者の鳩山先生をお見えになってないでしょうか。今日は後で、後で、実は鳩山先生にも本当に僕最初言いたかったのはですね、そもそもですね、この2009年の衆議院選挙って何だったのかっていうことだと思うんです。で、僕は2009年のあの選挙っていうのは、弱い人に優しい政治をするという約束だったと思うんですよ。私はそうなんですよ。そして小泉構造改革でボロボロになってしまった人にセーフティーネットを入れて、弱い人をもう一度立て直らせるというか、